バルドゥインフォン・ルクセンブルクは、神聖ローマ帝国の先帝公であるトリア大司教。ルクセンブルク家の出身で、父は、ルクセンブルク博ハインリヒ6世。兄である、ハインリヒ7世及びその孫カール4世の、神聖ローマ皇帝選出に貢献した。1288年6月5日のボリンゲンの、 戦いにおいて、父が戦死した後、母が未成年の息子たちの殺生となった。ハイン・リヒ、バルドウィン兄弟は一時期フランス宮廷で養育され、パリ大学において学んだ。1307年12月7日、鳥ツカ司教に選ばれ、1308年3月11日、教皇クレメンス5世によって除任された。 兄の息子ヨハンとボヘミア王家の娘との結婚を仲介した。両者の息子が金印直書等で有名なカール4世である。1310年に始まる兄のローマ遠征に同行した。1340年頃、兄ハインリヒ7世との自責を73個の絵で示すビルダークロニックを作成させている。これは当時のビルダークロニックとして極めて重要なもので、 現在コブレンツの文書館に所蔵されている。ありがとうございます。